チャオ、小昼巻です、ちょうど昨日、ブレイキングダウンに、行ってきました。 VIP 席を準備していただいて、まさにあの金網の前で試合を観戦させていただいたんですけど、まあ、まさかのアベマ TV のインタビューも来て、僕のコメントもちょっと載せてもらったんですけど、まあ、そんな中で、試合の動画は映せないんですが、ちょっと僕がちょっとだけ密着した映像があるんで、そちらご覧ください。どうぞ。チャオ、小昼巻です。今からブレイキングダウン行ってきます。会場に行ってきます。勝者青コーナー立憲くん。3人インタビュー行ってみましょう。写真1枚ちょっと一緒にあの動画入ってますか。本当いいですか。山田君どうでした。いや強かったです。あのやりづらかったですね。めちゃめちゃなんかめちゃめちゃ舐めてたんですよ。舐めてた。本当に申し訳ないんですけど、うん、絶対負けるわけない。もう 2-1 で勝てると思ってて、うんうん、そしたらいやなんかやりづらと思って、蹴り飛んでて長いし、でタイミングをなんとなく分かってきてあいけると思って行ってみました。なるほどね。いや、山田君の応援に来たんだけど、全然あの、はい、逆に山田君には先に会っちゃいました。すいません。まだちょっと頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。写真いいです。撮りましょう。ダメ。山田さんいない。こっちかな。お、こいつだ。お疲れ様。お疲れ様。よかったね、でも。なんすかさ、YouTube ですね。撮ってるんだけどね。山田、手を山田がね、いなくて。またどうも。はい、そうです。あの、みんなに写真を撮って言われて。おはよう。ナイスタイミング。頑張って。さて、そうです。あ、どうも。ありがとうございました。おっす、おっす。待て。分かんないな。いや、トイレ。そうです。今、映像を見ていただいたと思うんですけど、山田さんを探しに行ったら、山田さんにあの激励の言葉を、試合見てよかったよと、まあ、かけたかった言葉っていうのはあの最初のスタートダッシュ、ものすごいリズムでかっこいいあの構えでどんどん攻めていったんですよね。あれがすごく良かったなっていうところと、まあ、最後残念だったなって話を、で彼 の, あのその時の心境を聞きたいなと思ったんですけど、まあ会えずに、それであっちこっち探したんですけど、まあ、結局いろんな人たちに声かけられて、まあ、いろんな人たちと、まあ、お話ができたっていうところもまた面白かったなと、うん、でこのブレイキングダウンをやっぱり1分間で試合を決めるっていうことで、まあ、僕なんかが1分間だったらもうガンガン攻めていこうかなと。そしたらあのゲストにいた白鳥くんが、いや僕だったら待ってカウンターを狙いますっていうことを話をしたり、そしたら今度は朝倉海選手が、僕だったらガンガン行きますねとか、うん、なんかみんなね、この試合によってあの選手によっていろんな戦い方があるんだなと思いながら、あの1分間っていうこのブレイキングダウンがこれからどんどんあのレベル上げていくと思うので、今はこのちょっとした素人さんというか面白いキャラのメンバーがいっぱい集まってるんですけど、これからあの昔のねアウトサイダーみたいにレベルが上がって、それこそ朝倉兄弟みたいな強いのが出てきたりとか、まあしてくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、でやっぱり1分間、まあ、喧嘩ってやっぱりあのスタミナないんですよね、みんな、うん、スタミナない中で殴り合うとやっぱり1分間だっていうところで、まあそういった意味での試合がすぐ決まる、面白かったですけどね、うん、そうですね。あと感想としては、
やっぱり1分間でも防御を知らなかったりすると本当ね鼻血出て鼻折れちゃったりする人もいるなと、まあ、喧嘩でも実際ね喧嘩して鼻折れたっていう人も聞いたことありますけど、まあ、そういった意味でこの1分間の喧嘩マッチ、うん、今後どんな人が出てくるか、まあ、楽しみです。でまあ当の山田君敗れてしまいました、うん、まあ応援してたししっかりとこうなんか気合入ってね入場してたんですよね、うん、そしたらまあ逆に控え室行ったら対戦相手の、うん、ここから話を伺うことになって、うん、なんかねさっきこの YouTube 撮ろうと思って携帯パッて見たらねメッセージ知らない人から来てて誰だこれと思って、オスお疲れ様です、昨日はありがとうございました、小比類巻さんとお話できるなんて思ってませんでした、すごく嬉しかったです、僕も小比類巻さんとスパーリングしたいです、よろしくお願いしますって来て、これ誰だこれと思ってパッて見たらオス日健くんっていうインスタからメッセージ入ってました。山田くんに勝ったあの日健くん今度コラボしましょうか。そうですね、日健くんはなんかあれですよね、まさに日健ですから、うん、面白いスパーリングできるかなと。だから日健くんさん、まあ、オーディション中も含めて、うん、山田さんと 2KO ですからね。ああそうですよね、はい、左ストレート左フックですか、うん、ただここはブレーキングダウンじゃないんであんまり絡んでこられても困るんでそうですね、まあ、正当なスパーリングをしようかなとは思いますけどね、はい、うん、あとね昨日はちょうど試合が終わった8時45分ですね、山田さんからメッセージがあって、はい、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます、結果は振るわず負けてしまいましたが逆に男を挙げるチャンスと思いガチで練習して挑みたいと思いました、本気で練習したいと思っておりますのでもしご協力いただけるならご教授いただきたいと思いますっていうメッセージ来たんですけど、山田さんこれまだまだやる気たっぷりですよ。そうですね、うん、やっぱ今回あんまり練習なんか実質できたのが2回ぐらいの練習だっていうことをおっしゃられてたので、うん、ちょっとね次出ることがあればガチで強くしようと思うんで構えからもう僕は彼らのそのね選手の得意分野いいところを引き出すっていうのが僕の得意技なんで、山田さんの構えから、うん、その構えから繰り出すパンチだったりキックっていうものをスタイルを変えずに強くしたいなと思うんで、ちょっと次試合出るときは僕ががっちり鍛えてもうジョイントバーガー持ってセコンド入りますからです、ね、ちょっと山田さんにもまた注目ですね。そうですね、まあ、大会前にコラボした動画がちょっとまだ公開されてないので、あ、そうかそうか、そうなんですよ、視聴者の皆さん困惑したいかもしれないですけどちょっと直前に山田さんとコラボさせていただいて、うん、まあ、その動画が近日中には上がると思うんですけども、はい、まあ、その内容もね非常に楽しい内容にはなってると思うんですけども、うん、あとちなみに前回コラボさせていただいたということで言えば、うん、モハンさんの試合いかがでしたでしょうか、佐々木選手。あ、モハンさんね、この映像でも残ったと思うんですけど、ちょうど彼が試合に行くときにウォーなんつってね、僕もびっくりしたんですけど彼がもっとびっくりしたんですけどおじさんみたいな感じで頑張ってきますみたいな感じだったんで、いやでもモハンさんさすがでしたね、本当にパンチ力ありますからね、モハンさんは本当に体も強いし、うん、まあ、彼は今後ブレイキングダウンの、うん、一人の、ね、スター選手として行ってほしいですね、うん、隣に娘さんいたのかな。そうですね、うん、ね、娘さんと一緒に入場されてましたね、うん、そうそう、だからそういったのも一つの、 ね、勝つための一つのなんか活力になったんじゃないかなと思いますけどね、うん、前手の佐々木選手も、まあ、ディープ参戦やられてますけども、うん、なんか思った以上に強かったというか、うん、まあ、いい試合だったなという印象はあったんですけども。そうですね、でさっきモハンさん のマネージャーさんとお話しさせていただいたんですけど、うん、本当はもうちょっと気持ちよく勝つつもりだったらしくて、うん、まあ、モハンさんいつもね気持ちよく勝つとか気持ちよくドッキリ仕掛けるとかまさにいつもねあんな感じなんで、うん、まあ、いい試合だったんじゃないですか、うん、まあ、娘さんもねああいうところに行って入れ墨だらけで血だらけのところにいきなり行くっていうね、なかなかモハンさんらしいですけど、ね、まあ、ちょっとモハンさんにはこれからもね期待して
またブレイキングダウンでガチガチと戦ってほしいですね、うん。でまあ、せっかくなんであの小石さんは絡みないですけれども今回のメインイベントでやった、はいはい、あの三崎社長、はいはい、青白王子こと三崎社長と伊勢万企画の久保田選手、はいはい、こちらのメインイベントどうご覧になられましたか。そうですね、やっぱり2人とも本当の喧嘩、街の喧嘩ですよね。あれは本当にあの街の喧嘩を見てるような、まあ、そんな感じの戦い方だったんじゃないですか、うん。だって本来だったらこの蹴りとかあとはパンチにしても技術があったりとか、うん、ブロックして返す、かわして返す、うん、距離を取る、まあ、カウンター取る、いろいろね打ち合いもあるテクニックあるんですけど、まあ、そういうのもほとんどなしにして、もうとにかく息が切れるまで殴りかかるみたいな、まあ、そんな試合がしてて、まあ、街の喧嘩っぽかったんですけど、うん、そこをまあメインイベントに持ってったっていうのも面白いかなと思いますね。あとすみません、もう一個だけ気になったんですけども、あのさっき動画中にちらっと映られたあの圭之助さん、はいはいはい、ミスターアウトサイダーの圭之助さんと交流があったようにお見受けできたんですけども、はい、うん、星さんとの圭之助さんのなんかお話とかっていうのは、なんで知り合いなのかなって僕も思ったんですけど向こうも星さんって言ってくれて、はい、お、圭之助選手だと思って、で僕間違ってね、よかったねって言っちゃったんですけど、そうですよね、負けちゃってるんですよ、はい、あの負けちゃってる姿を見てるんですけど、まあ、あのね、彼はね、あの負けてるイメージが僕の中にあまりなくて、うん、試合やって判定で負けちゃってるんですけど、なんか負けてる感じがしないっていうイメージがあって、それでこうあって、あ、今日も良かったねっていう感じに、なんかもう彼は確かね、何年前かな、結構前です、もう10年経てない、経たないかな、あの町おこしで、まあ、格闘技のイベントやりたいっていうことで、はい、あの彼の地元栃木県、はい、あ、そうだね、栃木県、そうです、ね、宇都宮かどっかだったかな、そうですね、下岡か、まあ、宇都宮の方にいつもいらっしゃるイメージ、うん、そこで小桐巻選手に来てほしいっていう声が、まあ、あって、はい、で、あ、行くのは全然いいですよって話をして、で前田明さんも来ますよっていう、あ、前田さんも来るんですね、でところで誰とエキシビジョンマッチみたいなのやるんですかみたいな話をした時に、あの圭之助選手がやりたいと言ってるんですけどどうですかって言って、いや、あの、まあ、僕はプロなんで、圭之助選手はあのアマチュアですよね、アウトサイダー、アウトサイダー、そうですね、うん、だからアマチュアの選手にはちょっとやりたくないなっていう話をしてたら、まあ、向こうがやらせてくれっていう、やっぱちょっと喧嘩っぽいんでしょうね、で大会側もぜひやってくれないかってきて、で僕はいや断ってたんですけど、あのやりますとは言ってないんですよね、でもやってほしいっていうのがすごく来てて、そしたらね電話鳴ったんですよ、夜中ですね、寝ようかなと思ったら11時半ぐらいだったかな、電話かかってきて、前田明ってどうしたのかな前田さん、あ、もしもしって言ったら、小山君ね、まあ、そこから P なんですけど、まあ、ちょっと前田さんに相当怒っちゃって、まあ、なんで小昼巻っていうあんなね、その作ってきたじゃないですか格闘技を、はい、うん、そういう舞台を作ってきた人間がなんであんなアマチュアの選手相手にすんだみたいになって、うん、こんなこと言って前田さん怒んないかなまた、で、まあ、まあ確かにその通りです、でも僕は試合するとは言ってないですよって言ったんですけど、うん、いやお前相手しただろうと、やるかやらないかみたいな、まあ、話になって、でそこでまあ前田さんがすごく僕のこと心配してくれたんですよね、要は、うん、あの格闘技のそこまでね、マサルとかいろんなこうしのぎ削ってきたんで、はい、そんな選手があんなアマチュアの選手を相手にしてる場合じゃないぞと、そんなことを組む組まないみたいな話になってる自体がもうおかしいぞみたいな、うん、でも僕はそこに運も何とも言ってなくて、はい、うん、絶対やるなよみたいな感じになって、うん、そうだったんですね、うん、でもちろんやらないですよっていう感じになった、なって、まあ試合は成立しなかったです、もちろん。じゃあ実際拳は交えてないっていう、ただその栃木のイベントには行かれたっていう、行って前田さんとね確かね対談したんですよ、あ、うん、そうそうそう、そんなこともあって、うん、逸話というか面白いですね、うん、まあ、当時ブランディングを考えたことで、まあ、ブランディングというか、まあ、格闘家としてのプライド、うん、その位が違うと、はいはい、はい、うん、例えばこう、まあ、あの何だろう、武士っていうのがいたら、ここに武士にもなってないような人たちといきなり降りてって叩くなみたいな、そんな感じのイメージじゃないですか、
まあ、なんかそんなイメージで前田さんを言ってくれたんじゃないですかね、うん、だから僕はもう前田さんに感謝してるし、はい、やっぱりね僕の現役時代前田さんは本当にリングサイドでいつも見てくれて応援してくれてたんで、うん、そういう前田さんをちょっと遅らしちゃったっていうのは僕の中でも本当に申し訳なかったし逆に嬉しかった、うん、まあ、そんな中それがね多分慶之助君とね接点があったかなと、うん、思いましたね。そんな方が何十年も時を経て、うん、ブレイキングダウンで戦われてるという、うん、すごいですよね。すごいですね、うん、また一緒にリングに上がってたあの、ね、朝倉選手の大会に出るっていう。そうですね。だから慶之助選手っていうのはその確かジムもやられてるんですよね。そうですね、うん、立派なものすごい綺麗で広いジムが、うん、栃木にあるイメージが、うん、そこのジムの会長もやってああやってね自分のそういうジムの生徒のみんな背中を背負ってやっぱりこうやってあのリングに上がってるんで、まあ、今回負けてしまったことによって、まあ、先ほどのツイッターでは次はモハンさんか佐々木選手とやれるならやりたいっていう言葉をつぶやかれていましたね、うんうん、ってことはやった方がいいですよ。もうモハンさんもね勝った方がいいです、うん、やっぱそういう舞台なんで、うん、ちなみに小石さん的にモハンさんと慶之助さんだとどちらが1分間だし慶之助選手はその頭使ってくると思うんですよ。総合経験あるんで。でモハンさんは総合じゃなくてキックだったんで、はい、まあ、パンチと蹴りと、まあ、今回すごい前蹴り出しましたけど。そうですね、あれを攻略すれば、うん、慶之助選手も勝つんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、モハンさんがでもねパワーでねじ伏せる可能性もあるし、うん、決まってからまたちょっとね判断して勝負どっちが勝つか予想したいですけどね。見たいですね、うん、まあ、モハンさんミットは持たれてるんで、もし慶之助さんも YouTube やられてるんで、うん、機会があればぜひコラボさせていただきたいなと思ってたんですけども、うん、まあ、なかなか東京に来る機会がないかもしれないですけどね。そうですね、やっぱりミットを実際に持たれると小石さんは印象変わるのかなと思うんですけど、その辺いかがですか、ね、あ、ミット持つとまあそうですね、特徴が分かるんで、うん、一発一発の重さとかそういう攻撃力っていうのは分かりやすいですよね、ミット持つと、うんうん、僕が今まで一番ミット持ってて、あ、これは一発強烈だなっていうのはやっぱノイリ、うん、ノイリはやっぱり一発ありましたよね、うん、しっかり溜め込んで一発一発くるんで、右のストレートもそうだし三日月もそうだし膝もそうだし、うん、しっかり溜め込んでからの一撃が来た選手は一番ノイリかな、うん、と思いますけどね。まあ、早かったのは小沢海斗もそうだし、うん、あとうちのね京介も早いですし、うんうん、じゃあ話戻って、まあ、もしかしたら日健君とミット持ったらこいつ大したことないなってなる可能性もあるってことですかね。そうですね、日健君も10ラウンドぐらい持ちましょうかやっぱこれはコラボさせていただくしかないですかね。そうですねすみません話逸れちゃって申し訳ないです、なんかすごい興味が湧いちゃって申し訳ないです。そうですね、僕もやっぱりその、まあ、朝倉選手がやってるブレイキングダウンっていうの、まあ本来そんな絡みなかったんですけど、まあ、ちょっとブレイキングダウンさんの方から招待いただいたっていう。ということで、ブレイキングダウン行ってきました。独特な雰囲気があって非常に楽しかったです。で控室も行かせてもらったし選手たちともすれ違うんですけど、うん、格闘家のなんですかね、控室というか格闘家とすれ違うというよりはなんか違うね体中にネズミ入ってたりとか、偉そうに前歩いてきたりとかちょっと格闘家の雰囲気とは違うような会場だったんですけど、それもそれでまた面白くていろんなキャラがいるなと、うん、でもそんな方々たちもあれですね、小石さん一緒に写真撮ってくださいって言ってくるのがなんかまあそんなにずうずうしいですからねちょっと面白かったですそうですね。ということでまた出た選手たちさらにまたブレイキングダウンで盛り上がるのを楽しみに応援してますんで、あとコラボ、したい方またメッセージください。ちょっとね強くして僕がリングに返してあげようと思いますんで、いつでも連絡ください。以上です。最後の最後で今聞き忘れたこと1点だけいいですか。はい、小石さんインタビューされたじゃないですか、まあ、突然のインタビューだったと思うんですけども、コメントされてる時に、まあ、生放送見てると横にやっぱチャットがこう流れてくるんですけども、うん、そこにまあ小日だ意外だとかっていういろんなまあつぶやきある中で、小日出ないのか小日出ろ、はい、結構
見かけたんですけれども、それに対してのアンサーだけ最後すみませんいただいてよろしいでしょうか、はい、もうねみんな無責任なんで本当に本当に無責任に簡単に言うんであれなんですけど、あの実は僕の、青森の、ジムの僕の YouTube にその出て一緒に渋谷でゴミ拾いしたあのマットがねこのブレイキングダウン出たいって言ってたんですよ。マットっていうのは入れ墨だらけで一番強いやつなんですけどね、彼がブレイキングダウン出たいと。というのも彼キックボクシングのプロにまあこの間なったんですけど、レスリング、もう幼少期からずっと学生時代レスリングやってるんで寝ても立っても強いんですよね。であのね入れ墨全身入れ墨だらけでまさにこれブレイキングダウンだなと思って、マット出ないって言ったら、おおブレイキングダウン出たいねってなって、まあ、実は一回ね交渉したことあったんですよ、うん、でちょっとねその応募のあれがちょっとギクシャクしちゃって結局遅れちゃってもろもろ、うん、でまあ向こうからもすいませんでしたと、ちょっとタイミングずれちゃいましたっていうこともあって、まあ、そういうこともあった中で堀さん朝倉選手のボスみたいな弁護士さんかな、はい、堀さんからメッセージ来て、小入間さんブレイキングダウン出ませんか小石さんだったらファイトマネー出しますよそんな話がありましたね、うん、まあ、でも僕ねブレイキングダウンでもしキックボクシング部門みたいなあったらなんか関わらせてもらいたいなと思ったりもしてたんですけど、そうですねまあ1分だったら戦えないことないですけどね、練習すればと思うんですけど、ただあんまり言っちゃうと本気にする人が多いんでみんな無責任なんでそうですね、はい、ということでブレイキングダウン楽しみにしてます。また次回モハンさんとかお世話山田とかいろいろいますから、いや本当にやりたい人強くするんで来てください。はい、ボコボコにしますから。違うか以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。